それはお姉さんに出て行ってもらうしかないかと。え？4人目を妊娠した時点でそれは予想できたことじゃないですか。だからお姉さんはこの家から出て行った方がいいと思うんですよ。アパートを引き払い、母が見捨てられない性格なのを利用しようとしているのか、こいつらは。だから強気に私を追い出そうとしているんだな。だが母は冷静だった。あなたたちは遺産目当てでこの家にやってきたのかしら。え？私の名前はミサト、40歳の会社員。私は昔結婚していたのだが、なかなか子供ができずにとうとう義実家を追い出され、実家に出戻りをした経験がある。現在は母と実家で二人暮らしの状態だ。こんな形で出戻りとなってしまって恥ずかしいと思っていたが、母も当時まだ生きていた父も私を優しく出迎えてくれて、またミサトと暮らせて嬉しいな、なんて言ってくれていた。そのため私はできる限り両親に恩返しをしたいと思っていた。だから出戻ってからもう10年ほど経つが、未だに実家に住んで家の手伝いをしたり、親を旅行に連れて行ったりしている。私には幸男という2歳下の弟が1人いるのだが、これがなかなか手のかかる弟だった。高校生の頃はよく喧嘩して補導されていたし、部屋でタバコを吸っているのも見かけたことがある。幸い学校にはバレなかったのか、転学や退学といった処分は受けていなかったが、毎日帰りの遅い弟を母も父もやきもきしながら待っていた。高校を卒業してからは弟は土木作業員の仕事について実家を出て行った。とりあえずは就職もしてくれて手がかからなくなって、親も私も安心していたのだが、数年後結婚した時にまた問題が発生した。弟の結婚相手がとんでもない嫁だったのだ。今から15年も前の話だが、弟の結婚式の時に弟嫁のゆかはいきなり私たちに向かって驚きの発言をしだした。私は今日からゆきおさんの嫁となりますが、あなたたちと家族になった覚えはありませんから、なので実家にお邪魔するとかそういうことも一切しません。強いて言えば冠婚葬祭くらいですかね。それ以外は一切関わりませんし、関わらないでください。いきなりのほぼ絶縁宣言に私も両親も口をポカンとさせた。まずそういった発言自体がありえないし、結婚式という場で言ってくるのもおかしい。そして何よりショックだったのが、弟が嫁を注意するどころかそれに同調したこと。そうだな、結婚したからにはもう俺の家族はゆかだけだ。連絡は父さんや母さんが死んだ時くらいにしてくれ。これが実の息子の言う発言か。母がどれだけあんたの世話を焼いたか分かってるのか。お前が万引きした時だってお店に行ってこれでもかというほど謝罪したのは母だったのに。それに父の稼ぎで高校に通わせてもらっていたことも忘れたのか。私は今すぐ説教したい気分だったが、親戚もたくさん来ていたし、何しろ弟の結婚式だったので、さすがにぶち壊しにするのはかわいそうだという情が湧いてしまった。だからただ黙って聞いてやった。だが弟夫婦に失望したのも事実。こっちだってあんたたちとなんかこの先関わりたくないわ、そう心に決めた瞬間だった。それから本当に私たちと弟夫婦は連絡を取らなかった。次に弟たちと連絡を取ったのは弟夫婦に子供が生まれた時。一方的に連絡をしてきて出産祝いをよこせと言ってきたのだ。親は弟夫婦の子供とはいえ初孫を嬉しく思っていたので、すぐに出産祝いを送ったらしい。だが受け取るだけ受け取って、弟夫婦は一度も子供を連れて実家に来なかったんだとか。そんなのただの金を搾取した詐欺みたいなものじゃないかと私は怒りの電話をしたが、別に法律違反をしたわけじゃないですよねと弟嫁に言い直られた。当時私は結婚して義実家に住んでいた時だったので、それ以上しつこく戦う余裕もなかったし、実家に行って親を慰める時間もなかなか作れなかった。多分その時は両親は本当に落ち込んでいたと思う。だから私はその時の食材の意味も込めて離婚後にすぐに実家に戻ったのだ。だがそれから3年後、父が癌になり入院生活を強いられることに。余命もわずかだと言われたので、私はさすがに弟にも連絡しないとと思い電話をした。すると弟はとんでもない発言をしたのだ。まだ死んでないんでしょ、冠婚葬祭の時だけ連絡よこしてって言ったよね。私は耳を疑った。
お父さんが亡くなる前に会いたいと思わないの？いや、別に。信じられない。どうして自分の親のことをそんなに存在に扱えるのだろうか。そう、それじゃあもういいわ。葬式だけは行くからちゃんと連絡してよ。そんなこと言って本当に来るのか。半信半疑だったが、半年後に父が亡くなった後連絡をすると、弟夫婦は本当に葬式にやってきた。言った通り観光総裁だけは来るんだな。複雑な気分になりながら葬式を進めていく。そして葬儀が終わり、母と片付けをしていると、弟嫁が私たちのところにやってきた。お父さんの遺産ってどれくらい相続させてもらえるんですか？ちゃんと法定相続分はもらえますからね。私と母は目が点になった。なるほど、それを聞きたくてわざわざ来たのか。とことんどうしようもない奴らだな。私と母は仕方なく弟夫婦を実家に連れて父の遺産について話し合いをすることに。ちょうどいい、弁護士の方にも来てもらおう。弁護士が到着したので話し合いが始まった。さっさとしてくれよ。俺はいくらもらえるんだ？お母さんは半分もらえるのはよしとして、お姉さんよりもユキオさんの方が多くもらってもいいですよね。それはどうして？だってパツイチこなしの出戻り40歳のおばさんが遺産もらってどうするんですか。普通は子供のいるユキオさんが多くもらうべきでしょ。子供のいないお姉さんには子育てにどれくらい金がかかるかわからないでしょうけどね。それに長男でありこの家の跡取りですしね。好き勝手言ってくる弟嫁。第一、私が子供ができなかったのは私のせいではなかったのに。不妊の検査をした時、私には問題がなく元夫の方に原因があった。だがそれを認めたくない元義実家は私のせいだと言い張り、私を家から追い出したのだ。別に跡取りだなんて言うほどこの家系は上流じゃないわよ。ごく一般の家庭に長男とか跡取りとか持ち出してくるのはおかしいわよ。はあ？自分が遺産をもらえなくなりそうだからってケチつけるんですか？こら、素人同士でいろいろと言ってても仕方ないでしょ。ここは弁護士さんにお任せしましょう。母が私たちをいさめて弁護士に話を振る。とりあえずお父様から預かっている遺言を読み上げますね。遺産は妻と娘に半分ずつ分け与える。息子には遺留分のみ、以上とのことです。弁護士のたった10秒ほどの読み上げで話は決まってしまった。弟夫婦は当然ながら発狂した。はあ、どういうことだよ。なんでユキオさんがそんなに少ないのよ。不公平よ。弁護士は二人に詰め寄られるも慣れているのか冷静に対応した。ユキオ様はお父様が余命わずかと知りながらも一度も見舞いには来なかったそうですね。それは仕事が忙しくて。残念ながらミサト様がお電話でユキオ様からの言葉をお父様にお伝えしていました。葬儀の時だけ連絡をよこせと言ったことです。これは見舞いに来る気持ちは一切ないということでしょう。お父様はユキオ様に自分を心配する気持ちはないと悟り、このような遺書を残したのです。なのであなたは遺留分しか受け取りません。弁護士が淡々と説明すると、弟はクソがと叫びながら椅子を蹴って出ていった。弟嫁も悔しそうにしながら弟の後をついていった。やれやれ、まるでやからだな。言おうかかなり迷ったけど、父に弟からの電話の内容を伝えてよかったかもしれないな。父はショックを受けながらも、もうあいつを息子と思うのはやめると覚悟を決めていた。これがこの遺言書につながったのだろう。この出来事は今から7年前のことだった。そして7年が経ち、私と母は相変わらず2人で仲良く暮らしている。私ももう40歳になった。母が70歳になり、足腰もだいぶ弱ってきて介護が必要な状態に。私は昼間は仕事なのでヘルパーさんを呼び、仕事後は私が介護をした。するとそんな中、いきなり弟夫婦が実家にやってきた。何事かと思ったら母の様子を見に来たとのこと。また何か企んでいるのではないかと私は疑わざるを得ない。母さん、体調はどうだ？元気か？弟がそんな優しい言葉をかけるなんてありえない。ああ、大丈夫だよ。あれ？でもお母さん、足腰つらそうにしてますよね。さっきも冷蔵庫にヘルパーさんの連絡先が貼ってありましたし。抜け目のないやつだ。そういうところだけ敏感に気づくんだな。いや、大丈夫だよ。介護といっても大したことないし、夜はミサトがいるしね。母はうまくかわそうとするが、弟夫婦は食い下がってきた。母さん、ごめん、
今まで俺ひどい態度だったよな。父さんのことについてもああいう対応されても仕方ないと思っている。だから今から親孝行したいと本気で思ってるんだ。私もユキオさんと同じ気持ちです。どうしてお母さんたちと関わろうとしてこなかったのか後悔してるんです。だから介護を私にさせてください。私たちがここに住めば孫たちとも会えますし。ん？孫たちって言った？ちょっと待って、子供は一人じゃないの？ああ、今まで連絡しないでごめん。実は今3人の子供がいるんだ。まさかの事実に驚いたが、それよりも弟夫婦の狙いが何なのかよくわからなかった。今子供たちはどこに？ユカの実家に預けてるよ。そうかい。でもね、今さら一緒に暮らそうと言われてもね。それじゃあお試しで1ヶ月ほど住むのはどうですか？そこまで一緒に住みたいのかい？あんたたち狙いは何なの？私は我慢できずに思わず聞いた。狙いだなんてそんなひどい言い方。実は4人目ができたんだ。だから俺たちの住んでる部屋じゃ狭くなってしまって。だからその助けてほしいんだ。今までのことはちゃんと償うからさ。なるほど、それが狙いだったのか。母はとても悩んでいるようだった。さすがに弟には今まで散々失望されてきたが、どこかで愛情を捨てきれない部分があったのだろう。それじゃあ1ヶ月暮らしてみて判断しようかね。その言葉に弟夫婦はパーッと表情を明るくさせた。これがまさかとんでもない事件の引き金を引くことになるなんて思いもよらなかった。こうして私たちと弟一家の同居生活が始まった。弟夫婦の子供3人はみんな男の子でとても騒がしかった。まあちゃんと注意すれば言うことを聞くのでいい子たちではあるのだが、弟嫁は意外にもちゃんと介護をしていた。家事も雑ではあるが、とりあえず許容範囲でやっている。まあそこは3人の幼い子の子育てもあるから仕方のないことだろう。それから約束の1ヶ月が近づいてきた。弟夫婦は手応えを感じていたのか、実家でこのまま暮らせると思ったらしい。なんと母が決断を下す前にアパートを引き払ってきたとのこと。これには母も私もびっくり。部屋の数だってギリギリなのに子供が生まれたらどうするの？それはお姉さんに出て行ってもらうしかないかと。え？4人目を妊娠した時点でそれは予想できたことじゃないですか。何を言ってるんだこいつは。子供もいない独身の40歳がいつまでも親のすねかじりをしてるのはおかしいと思います。だからお姉さんはこの家から出て行った方がいいと思うんですよ。アパートを引き払い、母が見捨てられない性格なのを利用しようとしているのかこいつらは。だから強気に私を追い出そうとしているんだな。だが母は冷静だった。あなたたちは遺産目当てでこの家にやってきたのかしら？え？何言ってるんだよ母さん。俺たちは母さんを心から心配して。私の実印と印鑑登録カードが消えた時があったんだ。2日後には元あった場所に戻ってたんだけど、なんか嫌な予感がしてね。あんたたちが盗んで悪用したんじゃないかって。何を言ってるんだよ母さん。私たちがそんなことするわけないじゃないですか。しらばくれるのもいい加減にしなさい。あなたたちがこの家の権利書と実印などをこっそりと盗んで、名義を幸男の名義に変えたんでしょう。え？私は知らなかった。まさかそんなとんでもないことを弟夫婦はやらかしていたなんて。弟夫婦は冷や汗をかいて目をパチパチとさせている。かなり動揺しているようだ。私は名義を変更した覚えはないし、委任状を書いて渡してもない。つまり偽造したってことよね。筆跡を調べてもらえばすぐにわかることよ。警察に連絡しようかしらね。警察？弟夫婦はどうやら母のことを見くびっていたようだ。母はもともととても聡明な人だ。結婚するまでは会社員としてバリバリ働いていたというし、弟は途端に態度を変えて土下座をして謝ってきた。ごめんなさい。俺たち父さんの遺産が全くもらえなくて、それで今度こそはもらえるものをもらってやろうって。呆れた。逆恨みもいいところだ。弟嫁の方はもはや開き直って謝りもしない。大地ケチくさいのよ。血がつながった親子なんだからちゃんと遺産を与えなさいよ。私は血のつながりよりも心のつながりの方を大事にしたいと思ってるよ。
あなたたちにはとことん失望したし、逆にここまで悪事を働こうとしたことに敬意を表するよ。そんなに刑務所に行きたいんだね。母さん。あなたたちを告訴するよ。この家からもさっさと出て行ってくれ。そんな。ふん、今に見てなさいよ。近い将来あんたの遺産を、ユキオは遺留分でももらうんだからね。いや、そもそも犯罪を犯した時点で相続の権利はなくなるでしょう。じゃあ、子供たちが遺留分をもらえるようにしてやるから。それに、美里さんが亡くなった時も、あなたの財産は私たちの子供に渡るんだからね。いや、兄弟に遺留分はないし、それにもし私が将来亡くなる時はどこかに寄付するわ。それに私、今彼氏がいて結婚の約束もしてるしね。え？だからあなたに心配されなくても大丈夫。お金を分け与える人はいるってことよ。誰もあんたの心配なんて。さっさと出て行ってくれないかい。それとも警察呼んで今すぐ連れてってもらうかい。弟夫婦は慌てて荷物をまとめて出て行った。まあ行き先は弟嫁の実家しかないだろうが、向こうの親御さんは災難だな。まあ私たちにはもう関係ないが、ちなみに母は容赦なく告訴をしたので、弟夫婦は逮捕され、弟は仕事を失った。弟嫁は4人目を出産したものの、一文なし状態で4人の子供を育てるのは大変だ。風の噂で聞いた話だと、弟嫁のご両親がぶち切れて、弟嫁と弟には安いアパートに暮らさせ、二人がある程度まとまった資金を貯めるまで、子供たちは弟嫁のご両親が預かることにしたそうだ。まあ、その方が子供たちの生活が守られるし、いいだろうな。それにあんな夫婦でも子供のことは可愛がっていたから、きっと会えなくなるくらいなら真面目に働くだろう。これを機に改心してほしいものだ。一方、私と母はまた弟たちに突撃されても困るので、実家を売り、二人で新築のマンションに引っ越した。バリアフリーで母も働きやすく、私の職場からも近いのでとても快適だ。ちなみに私の彼氏は私の母と同居していいと言ってくれているので、結婚したらこの家で一緒に住むつもりだ。希望は薄いかもしれないけど、彼との子供もできたらいいなと夢見ている。いやー、とんでもない弟夫婦でしたね。でも散々振り回されながらも、結局弟夫婦は何も得していないから、結果は主さんたちの勝利ですよね。きっとお母様もお父様も弟のことは心のどこかで諦めていたのかもしれませんね。だから遺産についても早急に対処できたんだと思います。お母様の血のつながりよりも心のつながりの方が大事という言葉には心打たれました。主さんとお母様がこれから幸せな日々を送れることを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。